いらっしゃいませ、どうもミルカです。はい、今回はこちら、じゃん、モンストの新爆絶蓬莱に挑戦していた動画です。ではではどうぞ。では行きましょう。で、このステージは、第1ステージ目ですね。縦間で、ブロックの間にね、隙間に入っていく形で OK です。で、上に何ていうんですかね、この床は貫通と反射にこう入れ替わる床があるので、読みと同じやつ、そうがありますので、そこをうまく利用していく形になります。これで3手目でわざとちょっとこう透かして入らないようにします。で、4手目で、右上に入るようにしてあげると、次の、ステージがやりやすいかなと思います。では倒しました。で、2ステージ目行きましょう。で、2ステージ目で上のね、どこからこう、ヒュッと。こっちか。ヒュッと。いけます。うん。まあ、こんな感じで、床に当たって、こう、反射モードになって、こう、カカカカンとやる感じのスタイルです。で、ここで、ギムさんが、縦に、ちょっと右か、右に寄っていって、倒します。うん。うまく友情とかも使えればいいですね。でも基本カンカンというか貫通でこうザシュザシュしていって倒したりとかする感じかな、この真ん中の子は。で、真ん中の子が、あれなんですよ。敵を透明にする、うん、ですよね。そう。そうされてしまうと結構厄介なので、敵が透明になることによってこっちが攻撃を与えられない。けども、相手からは攻撃を与えられる。なんていうちょっとめんどくさいギミックがありますので、できれば先に倒しておく方がいいかなと思います。ちょっとここコルセアちゃん下に潜りきれなかったんですけれども、あとは真下の方に入れてあげて、そう。これ左側かな？そうですね。左下のとこからグイッと入ってあげて、カン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 ですね。OK。割と慣れれば、もしかすると早くいけるかも、なんてね、思ったりしてます。で、今回のこのクエスト、この回なんですけれども、まあ、基本貫通で言ってるんですけれども、なんかこう反射でうまくいけないものかなと思って、わざとこう反射になって、床触って反射になって、ちょっといろいろ試したりしてるところもあるので、その分ちょっといろいろ失敗があるんですけれども、まあ、見ていただければと思います。その時になったらまたお教えいたします。で、ここも同じ左右と真ん中の下のところ、こう入っていって、わざとこう斜めにこう入っていったりしなくても、まだ手でシュッと入っていければ、それが多分一番やりやすいかなと思います。で、ちょっと今右に寄っちゃったので、なんか上抜けてくるんですかね？ちょっとわかんないんですけれども、うん。下手に斜めに切ってしまうと、そういったところもあるので、なるべくまだ手、真横。で、入っていくようにした方がいいかなと思います。この真ん中の浦島君が結構厄介なんでちょっとね、まあ、うまくこう横噛んで入っていければそう OK、まあ、あとはもうザコちゃんいないので中ボスを横噛んでこう入っていって倒していくスタイルで OK です。何にせよザコちゃん倒してあげないと回復するし蘇生するしで、ね、結構大変なんですよね。ケイリー、まあ、今回最初ちょっと結構めんどいクエストだなと思ったんですけど、慣れていったら割と大丈夫かな。あとはこううまくちゃんと思った通りの動きになれるかどうかが結構大事かなっていう感じなので、集中力が途切れないようにしていかないと難しいかなと思います。でここで第3ステージ終了です、第4ステージ目いきましょう。ほい、ここでホーライちゃん進化前来ます。可愛いですよね。私もちょっとなんか欲しいなと思ってたんですが、まあ、今回勝てなかったっていうのもありますし、ゲットできませんでした。で、まあ行きましょう。今回まあ、左右の下の方にいる子たちは同じ感じで倒せます。で、真ん中にいるバハムートなんですけれども、
これ床に触ってこう、うまく、今左上にいる子、今移動したんですけど、右上、今来た子にこう上の壁にこう入っていく形で行かなきゃいけないので、反射ならなきゃいけないんですよ。なので一回 SS 使って倒します。なので次の場合、今上にいるので、左のね、ちょっとギム兄さんが ちょっとやりづらい形になってます。最悪、右斜め下打っていって、ブロック当ててこう、こういう感じでいければ、うまく挟まれたんじゃないかなって今思うんですけども、またそこら辺私もいろいろ足りないかなという感じです。縦勘でガツガツしていきます。なんかたまに、あれ、反射のはずなのに抜けたなって時もあるんですけども、そこら辺ちょっと私も定かじゃないので、なんとも言えないんですが、なんですかね、ちょっと誤作動を起こしちゃうのか、やっぱり狭いところに入ってると、たまにグッと押し出されてしまう時があるので、もうそこら辺もちょっと加味してよく見て、それを知った上で倒せれば一番いいかなと思います。ここでギムさんを左上かな、斜めにして、最悪ここで今中ボス横座周しておけばいい感じにいけたかなっていうのもあるんですけども、いいでしょう。ここであと3ターンで、左上の3ターンで即死来ちゃったので、早めに倒そうと思ってちょっと確実にダメージを出せる SS を打ちました。たまに変なとこでこうカンカンで、ああ全然ブロックに当たって当たらないってなっちゃうと大変なんで、こんな感じでね、80万でちょっときついんですけれども、次のコルシアちゃんがだいぶいい位置にいたので、横で打ってあげて倒します。入れればよかったんですけど、入れなかったですね。ギリギリ倒します。で、第5ステージいきましょう。ここも同じで、左下と真ん中右の子、この子たちの右のターン、左下が2ターンの右上の、ね、子が3ターンになってるんですけども、その子たちを倒してあげないとまた透明にねしちゃうんですよね、ボスも雑魚も。こうなると困っちゃうので、なるべく先に倒すようにしましょう。あとはここのクエスト自体なんですけれども、打つ前に、次の子とか他の子がどこ狙うべきかなっていうところを一回全部見た後に、じゃあこの子ここに打とうとかいうのを決めた方が事故らなくていいかなと思います。私今回結構考えながら打ってました。頭使いました。 そうなんですよ。この子だったらあそこ打てるから、じゃあ自分はそっちの方じゃなくてこっちの方打とうとか、そういう感じでやってます。本当は打った先にあそこにこう留めておきたいなってところまで見れれば一番いいんですけれども、そこまで私がまだ上手くなってないっていうのが残念ですね。このギムさんいい感じに打てました。斜めに打って入っていきます。で、あとは横で薄く切っていって、横座周していって、このギムさんなんかいい感じにカンカンしてくれたんですよね。こんな感じになれるので、大体ここら辺は薄横で打ってあげれば間入ります。割と入りやすい配置になってるんですよね、ブロックの位置が。で、ボスいきます。来ましたよ、ボス1戦目いきましょう。ここもちょっと最初、この位置の殺し屋ちゃんどうすると思ったんですけど、先に左下の間挟まるのかな？そうですね、間挟まります。大体今回こんな感じで、ブロック1個ずつこうボスの間にあって、そこで貫通マッチを決めてあげるスタイルです、大体。なんで、ほんとちょっと難しいって言われると難しいかなという感じです。で、今、ザコちゃんもボスも透明化されちゃってるので、全然ダメージ与えられません。で、次のギム兄さんで縦に打って倒します。で、ぷよぷよの子が、白枠持ってるので気をつけましょ
どちらにしろ残しておいていい雑魚ちゃんはいないので先に倒す形でいきます。あとは一生懸命真上の方を狙っていってるんですがなかなか倒せません。 HP も少ないんで結構焦ってます。で斜め上に打っていきましょう。うん、貫通じゃないと全然ダメージ与えられないんで怖いです。で斜め上に打っていい感じに倒します。であとはもうボス集中なので、まあ、まだ遠目なのでもうちょっと浅く切ってよかったですね。ここでうまく、まあ、でもいい感じに、1手目のコルセアちゃんが調整できたのといいかなと思います。位置をね、うん、でこのコルセアちゃんで真ん中にいるコルセアちゃんを動かしたくなかったので SS 打ちます。でついでに右側挟まれるかなと思って打ってみたんですが、まあ、右側挟まれなかったので、うん、まあ、ここはその反射で挟まれる場所は特にないかな、うん、という感じです。であとは縦で打っていって貫通マッチ925万、イエイ。まあ、こんな感じでもしだったら最悪、ボスの貫通マッチできるところに他の子を入れといてあげて、うん、もうさっさとボスを倒すスタイルでいいのかなと思ったりします。今思えば次ちょっと来た時にやってみようかなと思います。次回確かスタハンも来るんでもうちょっとやりやすいかなという感じです。で次のギムさんで横で打って右上の子を倒します。でブロック狙うのちょっと難しいなって方多分いらっしゃると思うんですけれども、自分が思ってるよりももうちょっと大きいサイズをイメージしてあげると分かりやすいかなという感じです。ここもねコルセアちゃんもめっちゃくちゃいい位置にいるんですけど、うん、ね、先に左上の浦島太郎くんをね倒さねばならなかったので狙っていくんですがなかなか上に行けずです。痛い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 です。結構怖かったですね。HP がなかなか増えず、まあ、でもハートはなんかギリギリ来ていたので良かったかなという感じです。でこのギムさんでまた上狙っていきます。こんな感じでザシュザシュしてでまたうまく1手目のクルスヤちゃん1手目じゃないか1番目のねコルセアちゃんがいい位置に行くのでここで SS 打てればめちゃくちゃ良かったんでしょうけどね。でここで浦島太郎くん倒します。よいしょ。でもちょっと私ちょっと麻痺ってたんですけどなんか透明なのに透明じゃない気分になってますこの人なんかわかんないけどなんかダメージが与えられるんじゃないかなっていう発想でした。でここで縦貫打ってればよかったんですけど私ちょっと冒険したくってここ真下か斜めちょっと横打ったらマッチ入るんじゃないかなと思ったんですけどなんかわかんないですけど上出ちゃって結果ダメでした。でも多分狭さだとこう右からこうふっと斜めに入っていけばもしかしたらマッチ決められるんじゃないかなと今でも思ってます。うん、そこだけちょっと失敗しちゃってうーんって感じでしたがまた次回ちょっと試してみようかなと思います。またなんかねそうだな、ここ反射で挟まれましたとかいいとこありましたっていうのがあったらぜひぜひ教えてください。下のコメント欄に書いていっていただければと思います。で今回生放送も1時間だけやったんですけれどもちょっと難しくて勝てないっていう方とかもいらっしゃったので、まあ、そういう方も含めて次回一緒にやれればなと思います。また生放送もできたら一緒にやりたいなと思いますのでその時はぜひぜひよろしくお願いします。あともう次の手ぐらいで、終わってしまうんですけれども今回はこんな感じでいろいろお試しをした上で負けてしまいました。次回はもうちょっといろいろ試したり試さなかったりして、まあ勝てそうだと思うので頑張っていきたいなと思います。
な感じでした。ではでは、以上ミルカでした。ではまた。